トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日はですね、前回の続きで、私がトレーニングにおいて重要視していること、まあ、原則ですね、こちらのお話をしたいと思います。まあ、ボディービルという競技やってますから、まあ、トレーニングっていうのは様々なんですよ。私は今ボディービルやってますから、そのボディービルの、ためのトレーニングということですよ。別に全員が、これと同じ目的でやってるわけじゃないですからね。私は、そのボディービルを、するにあたってですね、筋肉量を増やす、筋肉一個一個の、ディテール、まあ、作り込みのレベルを上げる、そして、体全体につく筋肉のバランスを整えると、この3つを重要視してトレーニングしているわけですね。で、筋肉の量を増やすためにはしっかりと、力を出す、粘る、これが大事なんですね。そのためには、割と安全にできるトレーニングが大事になると。例えば、ダンベルフライで超高重量をやるよりも、ベンチプレスの方が安全です。これは、POF 法という考え方につながっていきます。ポジションオブフレクション。筋肉は伸びているところもある。伸びている場合もあれば、縮んでいる場合もある。短くなっている場合もあると。伸びているところで力を出す種目。よく縮んでいるところでよく力を出す種目。その間でよく力を出す種目。この3つに分けて考えましょうというのが POF なんですよね。よく伸ばすストレッチ種目。中間領域のミッドレンジ種目。よく縮めるところのコントラクト種目に分けると。で、重量に向き合う、回数に向き合う、回数って言っても30回とか50回とかじゃないですよ、10レップ前後の回数ですよ。この1回を伸ばすって意味ね、これはミッドレンジ種目で、まずは安全を確保した上でやると、そしてコントラクト種目は、前回言ったようにやった感が出てくると、まあ、自分の体に対する意識のレベルを上げる、感覚を上げる、筋肉の感度、筋感覚ですよね。これを上げていくためにはとてもいいトレーニングなんですが、一方その感覚が高まりすぎるとね、コントラクト種目でトレーニングやった気になりやすい。これが、まあ中級者ぐらいが陥りやすい罠ですかね、と考えられますので注意しましょうという話は前回しました。で、ストレッチ種目、これはね極めて大事な種目だと私は思います。というのは筋肉は、伸ばされることによって、ダメージを受けやすいわけですね。このダメージに対してまた強く適応していくと、要は慣れていく必要があるわけですから、ダメージに対して強く進化していく刺激にもなるわけですよね、このストレッチというものが。ということでよく伸ばすというのが大事になってきます。これね、ボディービルやってる人のよく伸ばすっていうのは普通の人の筋トレのよく伸ばすレベルじゃないですよ。本当に筋肉が切れるんじゃないかというところぐらいまで攻めていく人もたくさんいますからね。で、通常の人ではありえない関節の可動域を、体得してですね、筋肉をもう無理やり伸ばしていくということまでしていきます。例えば郷土浩二さんの、ね、U バーなんていうのはベンチプレスの時にこのバーベルが胸に当たって終わることがないように U の字にしてさらに深くいくわけですよ。で、関節の、まあ、一般的な、ね、可動域を超えていくわけですよね。でも筋肉というのはね、よく伸びる組織ですから、だんだんと慣れていくことで、その、過剰な可動域においても、よく伸ばすことができると。伸ばすことができるというか、過剰な可動域において伸ばされても耐えることができるということですね。という状態に郷土さんなんかは体を仕上げているわけで、意外と肩とか胸とか柔らかいですからね。私一緒にトレーニングするとディップスなんかやるとね、私可動域が柔らかい方なんですよ。それでもついていかなくてやっぱり痛くなってきますからね、あちこち、まあ、ということなんですよ。なので体が柔らかい、対象となる筋肉を伸ばせるように、よく伸ばせるように筋肉関節をよく柔らかくしておくということがとても大事になるんですね。まあ、その時になんでこの話をしようかと思ったかというとね、イスラエルにおいては、まあ、割と自分のことに集中できる環境をいただいてました。なので、体の不調のある部位なんかの、ね、ケアもたくさんやってました。だから硬くて伸びなかったところがどんどん伸びていったんですよ。でもね、帰ってきて1週間、まあ、いろんな状況にあり、まあ、これまた他の動画で出しますけど、なかなかね整わないんですよね、自分の環境も心も。なのでケアがちょっとやっぱおろそかになってきててですね、もう硬くなってるのを感じてるんですよね。
ということで、またケアに向き合って筋肉をね、強烈に伸ばせるようにしていかないとならないわけです。で、イスラエルでどんなことやっていたかというとですね、まあ皆さんストレッチやるじゃないですか。ストレッチの簡単なコツをご説明しますね。例えば、まあこの、まああんまないことですけど、こうやって肘伸ばしていったと、こっち伸びてきますよね。で、まあこの関節はここで骨の衝突でね、動き止まっちゃいますけど、まあ例えば太ももの裏なんていうのはハムストリングが伸びて止まりますよね。で、しっかり伸ばしていくと、伸びすぎて辛いんですよね。ここでキープしろって言っても、体に力が入ってキープできないんですよ。あるいはストレッチ効率が落ちるんですよ。なので、最大限伸ばしたらですね、ちょっと戻すんですよ。その状況で15秒キープする。で、1回脱力する。次はですね、そこよりもさらに深くいって、ちょっと戻すんですよ。これで15秒キープする。で、また戻す。で、最後はさらに深くいってちょっと戻すと。で、15秒キープする。という感じで、3段階ぐらいやるとですね、まあ、かなり、いきますね。簡単に言うと、1、ここでキープ。で、15秒戻す。2、ここでキープ。15秒戻す。3、ここでキープ。15秒キープ。という感じで、いくんですね。この方法でいくと、1回のストレッチも結構伸びてきます。で、さらにですね、なんていうのかな。関節というのは、すべての可動域で力が入るわけじゃないんですよね。強烈に伸ばされたところだと、力の入れ方が分かんないんですよ。まあ、今まで使ったことのない可動域というといいのかもしれないですね。そこで力を入れる練習をするんですよ。例えば私、肩が硬いんで、肩が硬くなってるんですよ、怪我でね。じゃあ、ここまで伸ばしたときに、まあ、3段階いきますよね。力入んないんですよ。なので、ここで今度は自分の力でグッと持ってるんですね。最初は押すわけですね。あれ、壁かなんかに引っ掛けて伸ばすわけですよ。で、今度は最後は自分の力で、ストレッチをかけていくというアクティブストレッチですね。をすると。まあ、もちろんストレッチ効果は、自分で、力を入れてやってもそんな強くはないんですよ。なのでそれよりもその可動域で力を入れる練習をして、その可動域を自分にとって当たり前のものにしていくという感覚でやるといいんですね。まあ、筋再教育というふうに言います。まあ、ということでまとめると、筋肉をよく伸ばす準備をしましょうと。そのためには3段階のストレッチをしましょう。そしてさらにその後にアクティブストレッチ、自分の筋力で伸ばしていく。まあ、本来はね、人に押してもらったり、体重を利用してストレッチかけていくわけですけども、それで最大限伸ばした後には、自分の筋力でそこまで持っていける。今まで使っていなかった可動域を開拓したら、そこを自分の筋力でコントロールできるようにするという段階を経ていくと、体としては、その可動域を使いこなすことができる準備になりますし、それが当たり前になってくるというように進んでいきます。まあ、こんなね、簡単な、皆さんへのアドバイスでした。たった1週間ね、あんまりやんなかっただけで硬くなってきてて、まあ、悲しいですよね。なかなか心が整ってないなっていうのを自分自身で感じていて、まあでももう大会まで1ヶ月になってきたんで、そうも言ってられないなということをずっと思いながら、暮らしています。まあ今8割ぐらいはね、できるようになって、8割弱ぐらいまではできるようになってきたんで、まあ次はね、9割、10割。のトレーニングができるように、心を作ってですね、体を作って大会に、挑んでいきたいというふうに思っております。まあ、ということで、なかなかね、 YouTube をね、こう話すだけなんですよ。これ台本も何もないし、感じたことを話してるだけなんですけど、なんかね、やっぱ帰ってきたからなかなかそういう気分になれないんですよね。となんか頑張って撮ってるんですよ。前はね、もう撮るのが当たり前になってたから簡単に撮れたんですけどね、帰ってきたらなんかなかなかそんな感じになれないですね。難しいですね、心は。はい、ということで今日もトレーニング頑張ってください。ついに理想のサプリメント、ホエイペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり、筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。
そして携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエイペプシとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますのでよろしくお願いします。さらにオンラインサロン公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナーボディメイク検定、ジム書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。